スマホ見すぎで頭が痛い。首は凝るし肩も凝る。猫背になって背中が硬い。放っておくとやばいです。現代人は上向く時間より下向く時間の方が圧倒的に伸びていて、首の横、胸鎖乳突筋がどんどん硬くなってしまって、頭痛が起き、肩こりが全く取れない体になってくるんです。今回の首のストレッチやって、一回でスッキリさせていきましょう。ゆっくり首を上下左右に動かしていきます。息止めないようにゆっくり動かしてください。首を左右に傾けてゆっくり首の横を伸ばしていきましょう。顎を引いて首の後ろを伸ばしましょう。手で軽く顎を斜め下に押して首を伸ばしましょう。肩に頬でスリスリする感じで斜めに首を伸ばしていきましょう。左右に振り向いて首を伸ばしていきましょう。手で軽く首を横に倒しましょう。反対も同じように行います。手とおでこで押し合いっこしましょう。後頭部で手を組んで頭を後ろに押しましょう。力を抜いて前後左右に首をゆっくり動かしましょう。
お疲れ様でした。